長と恋愛ということで、シャドウハウス第7話が放送されました。この回はマジで神回でしたね。この回だけはセリフや映像があることでアニメの方が断然面白く感じました。そしてシャドウハウスついに世界ランキング4位まで上り詰めてて、この調子でいくとまだ上がると思う。マジでここからが一番面白いから。7話までは犯人特定のための情報を集めて、次からそれを暴いていくわけです。ではまず話されないと判断したんで、ベンジャミンの情報を最初に話します。これは原作にしかない情報です。ベンジャミンの星付きとしての役目は初期、すす量はかなり多くて、すす能力はすすを吸った生き人形の士気を高める。つまりケイトの予測は当たってました。ではここから物語順に完全解説していきます。じゃあまずはルイーズとルー。ルイーズは聞き込み調査をしていきますが、特にすす能力の情報を担当しています。ルイーズは覚醒してるんで、すす能力について聞いても館的には何も問題ないです。さらにルーの表情を操れるんで、可愛い顔を作って聞きやすくしています。ちなみにルーの表情は原作では基本コマが小さくて、このドアップで描かれているのは最高でした。情報を初期するのはルーの仕事で、普段の仕事を倍速でやるプラスこれなんで、それもあって疲れてしまいます。ルイーズは周りが見えないタイプで、全く悪気はないんです。ルイーズなりにルーのことは顔として大事にしています。ルイーズはルーのことを生き人形として把握してるんで、人間のように個人として大事にすることはこの時点ではないです。結果自分が大事だから顔を大事にしてるって感じ。次にマリーローズなら、お呼ばれに詳しいかもと思っていきますが、マリーローズは部屋には入れてくれません。マリーローズの部屋が汚いというのは性格的には少し違和感がありますよね。まあ一つの断り文句とも捉えれますね。ルイーズの情報を集める目的はケイトの協力というのもありますが、ルイーズは自己中心的で、本心は自分自身の情報が知りたい、他にも評価を上げてお呼ばれされたい、これらが本当の協力理由です。マリーローズが言うには、お呼ばれをされた者は大人になり戻ってくることはない、実際は生き人形とシャドウの一体化のことですね。そしてマリーローズが星付きに聞くしかないと言ったら、ルイーズは簡単にベンジャミンのところに聞きに行くんですよね。これでルイーズの人脈の広げる能力の高さがわかります。コミュ力が高いことやルーの顔で受け入れられやすいんです。そしてマリーローズに、顔は大切に扱うんだよと言われて、ルイーズなりに大切にしてるんで、そこでは不満を持っていました。そしてベンジャミンに実際に会いに行きます。ルイーズのベンジャミンのイメージは、クリストファーという名前を出したら切れる人。そしてベンジャミンは、強くなければ守ることはできないと発言していて、ここから妄想できるのは、昔誰かを守れなかった経験があって、クリストファーはそれをいとも簡単にみたいなイメージにはなりますよね。そしてここからは、ルイーズもやってみようと言ったのに、ルーだけが筋トレをするんですよね。ここで読み取れるのは、ルイーズはルーを自分自身と判断してることがわかりますよね。なので生き人形とシャドウが別々の個体だとはっきり知るのはこの時が初めてになります。生き人形なのになと言ってることから、人形だからお腹も空かないし疲れることもないと判断していたわけです。なのでベンジャミンから得た情報はないと言っていましたが、一番大事な情報、ルーが一つの生命であるという情報は得ることができています。そしてルーも自らの発言で、少し疲れましたと言えるようにもなり、ルイーズはそれを聞いて休もうとすぐ言っていたり、本来優しい人間でルーの扱いが激しいのは本当に何も知らなかったからなんです。なのでこの回は実はめっちゃいい回で、ルイーズの大きい成長が描かれていて、今後ケイトが人間であると伝えるときに、この出来事のおかげですんなり理解ができるようになってるんです。そして皆さんからのルイーズの印象も最後の一言で変わったのではないでしょうか。にしてもルーのプルプル腕立てよかったですね。では次はパトリックとリッキー。この二人の関係はルイーズたちとは全然違って、パトリックよりもリッキーが発言だったり先の展開を動かしているんです。これシャドウたちの中ではかなり珍しくて、リッキーが優秀すぎるんですね。リッキーは性格的に向上心がかなり高いです。だからパトリックがススの覚醒をしないのも関係ありそうで、パトリックが自身で行動を決めて自我をしっかり持ち始めたら、ススの覚醒が起きるのかなと思ってます。そしてこの二人もルイーズと一緒で、星付きからの評価が目的となります。そしてこの二人が集める情報は主に同期関係。同期関係を軽くまとめると、ウィリアムとヘンリー、レベッカとシンシア、ランドールは同期なし、年長者のバーバラとマリーローズ、救護班のギルバートとスザンナ、研究班のオリバーとリディアとゼレマイア、他にダグラスとサラ。最初の方とか人が多すぎて名前と顔が一致しないですよね。まあおすすめ女子ランキングの話をしたのがヘンリーとだけ覚えてれば大丈夫。ちなみに1位はエブリンで、救護班の可愛い顔した子ですね。ちなみに顔の名前はイブ。そしてここからがジョンも合流しますが、ルイーズ会の時にベンジャミンの発言で、お前にしろジョンにしろ星付きの邪魔はするなと言っていて、ジョンは婚姻を申請もしないのに騒いだことで星付き会議室の掃除を命じられています。オリバーのドアの修正もあるんで大変ですね。そして婚姻は子供のうちは申請することしかできなくて、大人にならないとできないんです。なので現時点で婚姻をする意味は、サラが言うには必ず大人になるという覚悟、イコールお呼ばれされる覚悟です。つまりサラが婚姻に興味を持っていたのは、お呼ばれされる覚悟があるということ。サラもかなり向上心が高い性格です。そしてサラは処分されない、相手を選べと言っていて、婚姻は館の権力争いの道具なんです。そして決まった相手がいるとも言っています。今までの情報からサラと関係があって、誰がサラ目線で優秀なのかみんなも予想してみて、それがサラの婚約相手になります。そして次に面白いのは、パトリックはリッキーが褒められた時、完全に別々の個体として判断していて、ルイーズとは真逆の考え方なんですよね。この二人は外ではパトリックにリッキーが合わせるんですが、二人の時はほぼほぼリッキーが物事を考えていて、一
生き人形が自我を持つことでパトリックも影響されています。そしてアニメ1期での3階の住人は生き人形が自我を持つとダメと言っていて、リッキーはケイトの教えなしですでに自我を持っている珍しい生き人形です。物語的には館に忠実で優秀なイメージですが、実はリッキーは館的に危険な生き人形なんですね。そしてその後突然マーガレットというキャラが出てきて、このキャラは双子のベルの範囲で突然花を渡されたと思うんですが、このシーンは実は第7話で最も重要なシーンです。何が重要とは言いませんが、おそらく次の8話でわかると思います。そして優柔不断なパトリックがリッキー以外に唯一影響されたものが花なんですよね。そう、お披露目でピンチの時にエミリコがくれた花。そしてパトリックが生き人形に自我があることを知った原因、それがエミリコの存在。パトリックがエミリコを好きと認めた初めてのシーン。ちなみにリッキーはルーに好意的。エミリコが現れた瞬間にとっさに他の人にもらった花を隠す仕草が本当に好きなんだなって伝わりますよね。パトリックはほんまにいいキャラ。正直こっちもかなりの神回ですよね。なんかこの第7話っていつもと違う路線で面白くて、内容的にはみんなで手分けして情報を集めて犯人見つけるぞって回なんですけど、描かれたのは成長や恋愛で、このルイーズとパトリックのそれぞれにちゃんとスポットが当たっててキャラが好きになるように構成されてて、マジでこの2つを組み合わせたのはアニメ制作者素晴らしすぎました。ちなみに最後に面白いこと言うと、この第7話は原作との違いは全くないです。マジで順番もセリフもほぼほぼ一緒。前回の6話でエミリコとローブ様が接触し地図に触れたことで、今の原作との物語的な違いはエドワードが子供たちの塔に乱入したことで嫌われてることくらい。そして次からマジで面白いんですよ。それが原作に沿ってキャラが動いて再現されたらガチで今期トップで面白くなると思う。シャドウハウスはここからレベッジで面白くなるから、ここまで見た人はこれから着ることはないと思う。それくらい面白いんで期待値めっちゃ上げときます。次回ローブ様の正体という感じで今回の動画は終わります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。